標準溶液の希釈をレビスインスリンマウス T を例に説明します。200ナノグラムパーミリリットル濃度の標準インスリン溶液が用意されています。この原液を用い、まず最初に10ナノグラムパーミリリットル濃度の標準溶液を調整します。その後は倍々希釈を行い、 5.0、2.5、1.25、0.625、0.313、0.156、0ナノグラムパーミリリットル濃度の標準溶液を調整します。ピペッティング操作はとても重要ですので、必ずピペッティング操作のビデオをご覧になり、操作方法をご確認後行ってください。サンプルチューブを8本用意します。チューブにそれぞれの調整濃度または記号を記入します。10ナノグラムパーミリリットルと記入したチューブには緩衝液を190マイクロリットル分注します。それ以外のチューブには緩衝液をそれぞれ100マイクロリットルずつ分注します。次に10ナノグラムパーミリリットルのチューブに標準インスリン溶液の原液を10マイクロリットル分注します。ボルテックスで十分に攪拌してください。この時、泡立ちが起こらないように下の方を持つようにしましょう。調整した10ナノグラムパーミリリットルの溶液を100マイクロリットル取り、 5.0 ナノグラムパーミリリットルのチューブに移します。ボルテックスで十分に攪拌してください。同じ要領で倍々希釈を 0.156 ナノグラムパーミリリットルのチューブまで繰り返します。0ナノグラムパーミリリットルのチューブには緩衝液のみとします。標識抗体の希釈をインスリンマウス T を例にご紹介します。ビオチン結合抗インスリン抗体を4000倍に希釈する場合は、2段階に分けて希釈することをお勧めします。まず最初に原液を40倍希釈します。緩衝液を195マイクロリットルチューブに取り、そこに原液を5マイクロリットル取り入れ、よくボルテックスで混和します。次に緩衝液をチューブに12ミリリットル取り、そこから120マイクロリットル抜き取ります。そこに先ほど希釈した40倍液を120マイクロリットル取り入れ、ボルテックスでよく混和します。ペルオキシダーゼ結合物の希釈も同様に行います。100倍、200倍希釈の場合は段階希釈は行わなくても良いでしょう。